アルコールトラディシュン。アルコールトラディション。ョン酒。日本の代表的な飲み物、それが酒です。酒にもいろいろな種類があり、誰もがご存知、ビールやサワー、日本酒やウイスキー、ストロング系などが日本では親しまれています。日本人のほとんどが毎日このストロング系を飲んでいます。 これがつぼら酒飲みの朝の様子です。寝床になっている布がかかったテーブルはこたつといいます。日本の暖房器具で枠組みの中に熱源を入れて、上に布団をかけて暖を取る仕掛けです。ウィキペディアにそう書いてありました。昔は木炭や練炭ンンを容器に入れて用いていましたが、現在は電気装置が多いそうです。 冬は日本人の7割はここで朝を迎えます。熱で体の水分が奪われるので乾燥で喉を痛めないよう、朝起きたら目覚めの覚醒酒を飲みましょう。人によっては左右を飲むこともあります。白湯とは水を沸かしたものです。他に何も入っていません。これをノンアルコールと呼びます。白湯を飲むと胃腸や肝臓などの 内臓を温めることができます。少しずつ飲むことで血行が良くなり、じんわりと温まるのです。ズボラ酒飲みは朝の目覚めはレモンサワーで始めます。柑橘なので口の中がさっぱりとして歯磨きする必要はなくなります。嘘です。まず利き手でプルタブに手をかけ、もう片方の手で缶をしっかりと押さえます。 腹筋に力を込め、プシュッといういい音を響かせましょう。プシュッ。乾杯はいただきますと同義語です。しっかりと発言しましょう。角度35度。高さ10センチの角度で缶に口をつけます。喉をゴクリンゴクリンゴクリンと3回鳴らして、喉元から体内へのアルコールを感じましょう。これで朝の覚醒はバッチリです。そのまま朝ごはんを食べましょう。 朝ごはんとはだいたい午前7時頃から午後17時までを指します。基本、冬はこたつから出る回数が少ないので、その場で注文できるものがおすすめです。Uber Eats というアプリケーションで好きなお店で好きな食べ物を注文しましょう。通常、店舗で購入するよりも値段が少し高めなので注意が必要です。待ちます。届きます。割り箸を半分に割るのですが、 これがまっすぐに割れるかどうかでその日の運勢が決まります。このラーメンは二郎系という分野に属します。これらは食べることで自ら豚のような体に近づくことができます。千と千尋の神隠しは序盤で大人二人がご飯を食べることで豚になってしまうのですが、彼らが食べているものはおそらく二郎系ラーメンです。日本のアニメの代表作にも登場する日本食二郎は肥満を招くと思われがちですが、 麺をすする時の肺活量でカロリーは超消しすることができます食に感動した際はおしーっと叫びましょうお腹いっぱいになったら軽く茶をたしなみます緑茶は日本で最も愛されているお茶と言われています平安時代に日本に伝わり鎌倉時代源の実もに二日酔いの薬として抹茶が気に入られそこから茶の文化が一気に広まっていったそうです 休みしたら、寝ます。食後すぐに横になると牛になると戒ましめを込めて言い伝えられていますが罪はすべて流しコロボックルとお経を唱えることですべて帳消しにすることができますコロボックルとは小人や妖精という意味を持ちますすやーこの隣に置いてあるものは布団ですここで寝る人も一定数いますただ昔ながらの布団は羽毛布団といい 洗洗濯機ででえないいことが多いです布団の中から出たくないとそこで飲食を行うことで小さな生命が誕生します体が痒くなり不快に感じることが多いのでここで眠るときはクリーニングに一度出すかしっかりと体内にアルコールを吸収し消毒を行う必要があります寝ていると寄ってきたのは日本猫ですこの家ではシャッケとポッピーとそれぞれ名付けられていますシャッケとはシャケが由来になっています 鮭は日本の朝ごはんの代表的おかずの一つとも言えます。ポッピーとは、ホッピーが由来になっています。ホッピーは酒飲みに親しまれる飲料の一つでもあり、ビールに限りなく近い風味となっています。焼酎で割って飲まれることが多いです。ビールよりもヘルシーなので健康的、青汁に並ぶ健康を維持する飲み物です。3時間ほどで置きます。こたつと反転により体が温まり汗をかいたので着替えます。 この斑点は羽織りに似た和服として親しまれています。基本室内で着ることが多いですが、上着として活用することも可能です。着替えました。海外に憧れる日本人は大抵これを着ています。レオナルド・ディカプリオは憧れの記号としても親しまれています。珍しく携帯に通知が来ています。飲み会のお誘いですね。行きたい気持ちはあるけれど、こたつから出られない。そんな時はとりあえず、 行けたら行くと返事をしましょう。後でやると同じ意味を持ちます。日本人の礼儀作法です。トイレから戻ると神座に猫が座っていますね。飼い主はおとなしく下座に座ります。あっという間に夕飯の時間です。夕飯も出前文化を活用し到着を待ちます。夕飯に欠かせないのはストロング系飲料。日本人は夜にこれらを好んで飲みます。 ジュースのように飲めるストロングは飲むとたちまち幸せな気持ちになれるという不思議な魔力を秘めています。今やファッションとしても流通しているようです。ただおのおので取り扱い注意をしていかないとこの魔力に飲まれて取り返しがつかなくなるので危険です。夕飯が届きました。世界全国共通マクドナルド言語が通じなくてもこの美味しさは分かち合える。世界中の人と一つになったような感覚を与えてくれる。 効果を持っています日本人はポテトのことをサラダと呼んでいます。カロリーはスターバックスのフラペチーノと並ぶと言われているので、暴論で言うと、イコールの関係性なので、フラペチーノも野菜です。いただきます。おいしん。この言葉は、おいしいとは異なり、食に対し深く感銘を受け、感謝を表明するときに使えます。国語の教科書にも出てくる熟語です。お腹がいっぱいになりました。 先ほど返した連絡に催促が来たようです。仕方がないので重い腰を上げ、マスクを探します。ありました。マスクをつけたら少し横になります。一日を振り返ることで頭の中を整理する瞑想という時間です。さあ、いかがでしたか？これがつぼら酒飲みのマナーです。この他にもさまざまな酒飲みのマナーを紹介していくかもしれないので。 ご要望がある際はコメント欄でお待ちしておりますおしまいここも居酒屋だったんだお酒が飲みたくても飲めないそんな時はこの酒てる放浪器を片手に素敵なひとときを無色時々ハイボール